はい、それでは今回2枚のカードを使って行っていきます。2枚のジョーカーです。まずはトランプ広げるので、どれか好きなカードを1枚選んでください。これですね。ではそのカードを僕に見せないように注意しながら見て覚えてください。こちらのカードです。 OK ですね。ではこのカードを大体適当に真ん中あたりに戻しておきます。で、真ん中あたりに入れたということは、範囲で言えばここからこれぐらいの間にはどこかにはありますよね。でも何のカードを選んだのか僕には分からないので、今回2枚のジョーカーを使って、このジョーカーを今の範囲のところに差し込んでおきます。そしてこの2枚のジョーカーが今から当てに行きます。ではよく見ておいてください。まず1枚目のジョーカーは上付近にあります。そして2枚目のジョーカーは下付近にありますよね。こんな感じです。そしてこの状態からまずデッキを1回強く弾きます。そうすると今の合図にデッキの中央にジョーカーが寄りましたよね。一応ちゃんと見ていきましょう。こうして見ておくと、1枚目がこちらです。そして2枚目がこちらにあります。ではさらに2回目、強めに弾くと一気に攻めていって間に1枚、これでもし間違ってなければこのカードが選んでもらったスペードの3です。こんにちは、ウィルです。今回はジョーカー2枚を使って行える即興系のマジックを紹介したいと思います。これは僕はいろんなところで演じてきて、かなりリアクションのいいマジックですし、現象自体もすごくアニメーション的で面白いので、ぜひやってみてください。それでは解説どうぞ。はい、それでは解説です。今回はまず2枚のジョーカーを使います。この2枚のジョーカーはできるだけカラーならカラー、白黒のジョーカーなら白黒、こういった感じで色を統一するようにしてください。もしここをカラーと白黒で使う場合や、ジョーカーの代わりにキングなどを使う場合は、後でそのパターン、方法というのを教えるので、そちらの方をご覧ください。そして2枚のジョーカーを取り出したら、このジョーカーは隣に置いておいて、まずはデックをスプレッドして1枚のカードを取ってもらいます。そしてそのカードを取ってもらったら、こちらを見て覚えてもらうように指示して、その間にこっちの方ではピンキーカウントを行います。今回のこのマジックのここの部分ではカウントを行いますが、このカウントする枚数というのが実は決まってなくて、3枚、4枚、5枚、これぐらいであればうまくいきます。で、3枚、4枚、5枚という風にして幅があるとちょっと解説をして不親切なので、今回はまず固定して5枚という風に言っておきます。なので皆さんお手元の方で5枚カウントを行ってください。この時できる人はピンキーカウントを用いた方がいいですが、できない方は普通にこのようにスプレッドしていて、さりげなく5枚を目でカウントして、こうしてその下にブレイクを取れば、こうして5枚の下にブレイクを取ることができます。そしてこの後にここの部分を脱力してティルトに移行します。このやり方については過去に解説しているので、そちらの方をご覧ください。そして5枚の下にティルトを作ったら、選んでもらったカードをここに差し込めます。この時に中央で分けて入れるようにしてますが、このテクニックについても過去に解説しているので概要欄の方をご覧ください。そして真ん中あたりに分けて、そして中ほどに入れておきます。次にデッキを広げて、先ほど真ん中に入れたので、だいたいここからここぐらいの間にはあると思いますというふうに言います。でも何のカードを選んだのかは分からないので、この2枚のジョーカーを使ってこのジョーカーに当ててもらいますというふうに言います。そしたらまずトップ側に入れる方のジョーカーを、先ほど5枚の下にブレイクを取りましたね。なので5という数字を 1,2,3,4,5 上から数えてください。そしてその5枚目の下にジョーカーを1枚目入れます。なのでジョーカーの上には5枚カードがあるような状態になってます。そしたらもう一つのジョーカーはそれと反対ぐらい、同じぐらいの位置にこうして入れておきます。そしてまあ大体この間にはあると思います。このようにして言います。そしたらこのスプレッドを回収して、ここで広げて1枚のジョーカーが上、そしてもう1枚のジョーカーが下付近にありますというふうに言います。そしたらここスプレッドする中で大体真ん中ぐらい、広げて真ん中ぐらいのところにブレークを取ります。こんな感じに。でブレークを取ったら、そのままジョーカーを入れてここでパスを行います。実演の中ではカバーパスを行っていますが、クラシックパスを使っても大丈夫です。このように持ってきて、こういう感じに持ってきて、こうして横に持ってきます。そしたら次にデッキをこのように持って弾くようなジェスチャーを行います。この時のジェスチャーは何でもいいんですが、できれば音のあるようなジェスチャーの方が現象が引き締まると思います。
そしてここでデックをスプレッドすればジョーカーが端から中央に寄ってるのがわかると思います。ここでわからない人のために一応説明しておくと、パスというのは真ん中でカットすることと同じです。今回わかりやすくこうしてジョーカーの代わりに赤色のカードを使っていますが、これで同じことを起こすとカットをするとこんな感じにして距離が変わるのがわかりますよね。これで赤色のカードが一気に距離が縮まったのがわかると思います。こうするとパスの場合は一瞬でカットの動作を省略してこのように距離を近づけることができるという風になってます。で、さらにここでしっかり見せるためにもう一度手に持ってここでスプレッドして改めて見せに行きます。カードをこのようにスプレッドして1枚目のジョーカーはと言ってここで見せます。で、ここで見せたら次にスプレッドカードを行います。まずこちら側の方、後ろ視点では上の方ではこちらのカードを使ってカバーします。見えているジョーカーを隠します。こんな感じにして隠したら今度は下の方では左手の中指を使ってここでプッシュします。こんな感じにしてプッシュして半分ぐらいをジョーカーを突き出します。そしたら次に右手の方を使って右手の中指でここを引いていきます。そうすると完全に他のカードからジョーカーを分離することができます。これがスプレッドカードです。で、ここで右手の方にジョーカーをずっと保持したまんまでそのままキープしてスプレッドしていきます。そして2枚目のジョーカーが見つかったらこの2枚目のジョーカーの下のカード、ここですね、これが相手の選んだカードです。そこの部分の、相手の選んだカードの下にこちら側のジョーカーを滑り込ませます。これが相手の選んだカードなのでこんな感じにして滑り込ませます。そうすると今広げるとこんな感じに、完全にサンドイッチできているような状態になります。これを、滑り込ませるのをカードを閉じる流れで行います。そうすると相手に気づかれる前にサンドイッチを完了することができます。そしたら2回目同じようなジェスチャーを行って一気にこうして距離を縮めたことを示します。そしてジョーカーが1枚のカードまで追い詰めてこれが選んでもらったカードですねと示します。ちょっと回線途中で何回か変えたのでこのカード違うカードですが、実際は皆さん同じようにやっていればここが最初のカードになっているはずです。はい、それではここまでのあれをもう一度前からやってみたいと思います。まずは2枚のジョーカーを取り出します。そしたら横に置いておいてカードを広げて1枚のカードを取ってもらいます。そしたらこのカードを見てもらっている間にこっちの方でピンキーカウントでティルトを作ります。今の手の感覚だと5枚取れたというのが分かるので5枚の下にティルトを作ることになります。そしたらこのカードをティルトで中ほどに入れます。で、真ん中あたりに大体入れたのでというふうにしておいて、そしてジョーカーを上から数えて 1,2,3,4,5 5枚目のところにこうして置いておきます。入れておきます。で、もう1枚のジョーカーも反対と同じ位置にこういう感じにして配置しておきます。そしたらこれをまとめてしっかり上と下にジョーカーがあることを認識させます。ここで、そしてここでジョーカーをまとめてクラシックパスなどを行って近づけます。で、リフルなどを行って中央に移動したことを示します。で、中央に移動したことを示した後は、改めて見せるという流れで広げていってここに1枚目ありますねと言ってこのカードを軽します。軽してジョーカーをここですね、そして広げていって2枚目のジョーカー見つかりました。そしたらそのジョーカーの下のカードのところにこのカードを滑り込ませていきます。この段階でサンドイッチされてます。そしてここでさらにジェスチャーを続けてさらに近づいたことを示します。そしたらあとはこの挟まったカードを見せるだけです。そして動画の冒頭の方でピンキーカウントを行う際のカウントはだいたい 3,4,5 これぐらいの枚数でやるとうまくいくよというふうに説明しましたが、なぜこのような枚数になっているのか、そしてなぜこうして幅があるのか、ここを説明したいと思います。まず先に言っておくと枚数は実は見た目に影響してきます。例えば極端な話、このカードクラブの5ですね、これをピンキーカウントで上から2番目に入れたとします。普通のティルトを作って上から2番目に差し込みます。で、この状態で真ん中入れましたって広げていって、そしてここでジョーカーを入れたとします。そうするとまず第一にジョーカーを入れる場所はここです。極端にかなりトップに近いあたり、なぜか上とか下とかではなくてなぜかこういった感じにかなり両端に寄ります。そしてここに入れたりするとアンバランスなので結果これぐらいに入れますよね。この辺にジョーカー入れます。そうするともしこれをすくい上げてパスを行って1回目の近づく動作を見せるとするとこんな感じになります。ここでパスを行いますね。で、そうするともうすでに2枚まで追い込んだことになります。
なのでピンキーカウントする枚数が少ないと、もう最初から2枚まで一気にいってしまうので、正直ここ軽するのもきついですし、見た目的にも最初にインパクトが強すぎるので2回目のインパクトが少なくなります。では対照的にピンキーカウントする枚数を大幅に超えて7枚としたとしますね。7枚をピンキーカウントした場合はここにティルトで入れることになりますが、こうして入れた場合はまずジョーカーを差し込む場所は上から7枚目です。 1,2,3,4,5,6,7、 ここのとこに入れることになります。そうするとバランスも考えてだいたいここぐらいに入れることになります。そうするとどうなるかっていうと、もうこの段階でジョーカー結構中央に寄ってますよね。ということはこれをまとめてパスをしたとしてもちょっと変化が分かりづらいです。ここから例えばこの状態から一回こうしてパスを行ったとしますね。そうして広げてもそんなに変化は分からなくないですか。なのでこうするとインパクトが少なくなってしまうので、ピンキーカウントする枚数が多いということは7枚7枚ぐらいでここ増えるので、ちょっと幅が大きすぎるということになります。なので全体的なバランスとかインパクト、見た目、そういったものを全て総合して、考えた結果、だいたい3から5、これぐらいが一番美しく見えるということになってます。はい、いかがだったでしょうか。冒頭で触れましたが、ジョーカーの代わりにキング、こういったデザインが違うもの、クラブに対してスペード、こういうものを使う場合は少し注意が必要です。最初上と下に差し込んでパスを行うと、これって上下が反転してこのようになるので、最初の入れ込んだ位置とは違うところ、つまり上の方にスペードじゃなくて下の方にスペード、そしてクラブが上に来ているというふうに入れ替わってます。なのであまりマークに注目させないか、もしくはそこはもう開き直って、もし万が一ですよ、指摘された場合はこういう風にしてます、ここキングが必ずしもこういう風にして端から中央に寄るとは限りませんよね。普通にこういう感じで迷って最終的にこういう風にして移動してきた可能性もあるわけなので、こういう風なことを説明すれば決して怪しいことではないので、あくまでもこのキングもしくはジョーカーというのはマジシャンから切り離されたイメージ、これが探しに行くというものなので、そういった感じにして、対処すれば十分行うことができます。なので、ジョーカーがない場合でも行うことができるので、すごくおすすめとなってます。それでは